ことぶきおすすめムービー映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。ことぶき映画同好会では月の頭に、その月に公開予定の作品の中で、私、ことぶきつかさが絶対見てほしいという映画を紹介することとなっております、えー。今回は6本目、最後ですね、紹介した映画はこちら。ココシャネル、時代と戦った女です。 まあこちらのドキュメンタリー映画なんですけれどもまあ航空ファッションブランドシャネルの創業者ココシャネルの人生に迫ったまあドキュメンタリー作品なんですよねやっぱねこの作品ね紹介する前に言うならばね非常にねえココシャネル自身の映像もふんだんに使われておりますえサブタイトル 戦っった女となってます、まあ、シャネルというね人物もちろん僕もなんとなく分かってましたけどもここまでさまざまな人物団体と戦ってきたってことはね本当に知らなかった。でこのドキュメンタリー映画を見れば分かりますもうねオープニングでねあるね記者から「今年のトレンドは?」って聞かれるんですよ。 まあよくねファッションデザイナーの方聞かれる質問かもしれませんけども彼女はその記者の質問に対していや知らないと知ってても言わないそこから始まるんですよだから彼女がどれだけ強いかそしていろいろなものに反発してきたかってことが分かるんですよねでねシャネルってね、あのー、若い時にお母さんを亡くしてしまってでお父さんが まあ、蒸発してしてまうんですよね1人で生きていかなければいけないとなって、えー、修道院でで、まあ、入所すするんですよそこで裁縫とかの勉強をし始めて、まあ、デザイナーになってくんだけど知らなかったのが要は、えー、シャネルスーツの原型があの修道院をイメージされて まあその辺りがね、まあ、シャネルのねあの歴史なんですけれどもあの元々帽子いや安い、ね、既製品の帽子を買ってそこにアプリケ付つけたりだとかデザインして。 まあちょっとこう売るみたいなところからアクセサリーを売ったりだとかまあ香水を売ったりそしていわゆるシャネルスーツにまあつながるんですよねシャネルスーツのすごいところはもともと貴族などが着ていたこの何、えー、着飾ったスーツではなくあのジャージ素材を使った動きやすいみたいなところもまあシャネルのある種発明なのかもしれませんでその後彼女はお金持ちになった後詩人のルベルディだとかあとピカソピカソの パトロンだったんですよ谷町要はだから資金提供してたなんていうお話もこう出てきます。でね彼女はね、まあ、ナチス政権のスパイというふうに言われたりだとかでスイスに亡命するんですよね。そのあたりから戦うんですよね。要は香水ねシャネルのナンバー5とかも有名ですね。マリリン・モンローがねシャネルの5番を着て寝るのとかね、まあ、ありますけれども香水での争い。 もう裁判ですよねあとはね新しいデザイナーがこう出てくるんですよクリスチャン・ディオールが出てくるんですよでねクリスチャン・ディオールはいわゆるこのコルセット的なデザインで一世を風靡するんですけどシャネルはそんなの認めないんですよ後輩がわー出てきたらまあみんな頑張るじゃないんですよそんななんかこのデ,デザインモードっていうのは 後戻りしないって言ってて言、まあね、あとはあジャーナリスト、まあ、新聞批評へのこう戦いなども、まあ、彼女は繰り広げるでその頃からフランスでの人気がどんどん落ちていってしまうんですが彼女はねただでは転ばないその後アメリカでいわゆるシャネルスーツが大ブームになっていくと、まあ、香水事業はずっと彼女の権利だから持ち続けるんですけれどもねでね 面白いなと思ったのはね、最後に言いたいのは、やっぱりそのここ、シャネルのシャネルスーツが流行った時に、コピーが出回ったんですよ。要は、シャネル風スーツが、ブワーってアメリカで広がったんですよ。普通、権利とかも含めて、異議申し立てますよね。だって、ディオールのコルセット系のデザインは反発したんですよ。だったら自分がコピーされたら普通怒るじゃないですか。にもかかわらず、彼女はインタビューで、全然コピーしていいよと。 むしろコピーが広がることによってシャネルの立場、地位が上がるから、まあ、そのあたりも、ね、ある種、先見の明があったななんていうふうに思いますね、あのー、シャネルという人物をより深く知,知れた、本当ドキュメンタリーとしてはね、僕はね、面白かったです。こちら、「ここシャネル、時代と戦った女」は、7月23日から公開となります。ぜひ劇場で体験してみてみください